シホルンでーす。はーい。今回はですね、私の理想の東京ファッションみたいなのをやっていこうと思います。最初いきなり始まっても何これってなると思ったので、最初に紹介のなんだろうこのやつを撮りました。撮りました。何やってんのこいつってなるかもしれないんですけど、よかったら皆さん最後まで見ていただけると嬉しいなと思います。最後はね、多分おまけ動画とかもあるので、ぜひ皆さん見てくださいね。それでは早速始めていきましょう。スタート。パパパパパー、どうぞ。始まりました。今回最初に紹介するのは代官山でございます。この前代官山行きましたけど、もう本当におしゃれな街でね、すごくお気に入りになりました。はい、これはちょっとふわっとしてるのがポイントですね。ちょっと大人っぽく決めようっていう。でこのズボン、こういうなんかラインが綺麗に出るパンツ履いてあるし、毎回なんかこうお尻がでかく見えるというか、腰回りがちょっとあんま好きじゃないんですけど、あ、これ何踊ってると思いますか？レッドベルのあのピカブーです。あ、かわいい。あ、これはカチューシャちょっとつけてみました。かわいいかわいい。バイバーイ。はい、そして次に新宿。これごめんなさい、本当ごめんなさい、これ失敗しました。これ実は撮影したのが1ヶ月ぐらい前なんですよね。もうやけんもうめっちゃ半袖っていう、もうこれオタクみたいな、なんかそういう感じ。あ、イエイ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 、あ、ヤリラフィー、本当にあの焼けすぎですよね。本当にもう真っ黒、体がもうこんなのは量産になれません。はい、クロミちゃんマイメロなんだけど、クロミちゃん、うん、はい。そしたら次に原宿。いやー、これもやばい、相当やばい。ちょっと1ヶ月前の自分どうしたのっていう感じなんですけど、本当に足真っ黒でごめんなさい。もうあの足を映しません。はい、もうやっぱなんとか髪型でどうにか原宿感出してるみたいな感じですね。あ、これはあのIUちゃんのピピを歌ってます。あ、踊ってます。あ、いえ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 、あ、一周回って、はい、まあ、やっぱなんか原宿って言ったらなんかプリーツスカートみたいな、よくわからんけどそんなイメージがあります。あ、ウィンクできません、私ウィンクできないけどやってみました。ピース、イエーイ、バイバーイ。はい、次は新大久保でございます。やっぱり新大久保といったら韓国ですよね。なので韓国のブランドのね、このさくらんぼのお洋服を着て、はい、ちょっと大人っぽくかっこよく決めてみました。でこれはちょっとあのオタクしてるっぽい感じ、そう、大人っぽい系のブリンクをあの表現してみました。ちょっとよくわからんけど、かっこよくてかわいいですよね。はい、一周、はい、イエーイ、はーい、キラ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 、イエーイ、ピース、はい、あ、良い子のみんなは一緒にやって、ドゥン、ドゥドゥン、ドゥドゥン、ドゥン、ダラララララ。あ、これはさくらんぼがね、裾にあるのがポイントです。バイバーイ。そして六本木、もうかっこよく時計なんて確認しちゃって、こんな感じでちょっとオフィスみたいな感じでね、はい、かっこよくしてみました。でもやっぱり私はそんなかっこいいのあんま似合わんなって思いました。はい、かっこよくやってみてるけど、あ。バイバイ。ヌヌ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 。これはちょっとあの高級会社を乗り回してるみたいな感じをイメージしました。やっぱサングラスかっこいいですよね。サングラスいい感じ。あ、バイ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 。はい、これ最後番外編でございます。横浜。横浜って言ったらちょっとマリン系みたいな感じで、ちょっとボーダーをね、取り入れてみました。これちょっとあの、なんだろう、横浜でピクニックデートみたいな。よくわからんけど、なんか、うん、ちょっと踊れないダンスを踊ってます。やっぱアイユちゃんって可愛いですよね。やっぱアイユちゃんモチベやなって思います。はい、ピースピース。やっぱなんか、かわいいですよね、こういうのも、こういうお洋服。あ、上の服ちなみにお父さんのお洋服です。ごめんなさい、勝手に着て。なんかこういうトートバッグ持ってそうやない？ちょっとこのウルーローメメはちょっと違うかもしれんけどさ、なんかサンドイッチ作ってきたよ言うてそう。うん、イエイエイエ、こんな感じ。あ、そう、ユニバー行くとしたら絶対このカチューシャつけるなって思いました。絶対そう、絶対こういうやつつけるって思いました。はい、なんかボーダーかわいいね。ピースピース、バイ。今の何？はい、というわけでこんな感じで私のなんて言うんだろう、あの理想の東京ファッションを皆さんにお送りいたしました。
あのこれはですね、おふざけじゃないけど、いやさすがにこれはねえだろうみたいな服装もちょっと中にはあったと思うんですけど、まあ私も確かにそう思います家の中でしかできないような服装もねちょっと着たりしたんですけどあくまで私のイメージというか、なんかそういう感じを出してみたので、あのぜひ皆さん笑っていただけたらいいなって思います。まあ何も面白くないと思うんですけどこれをつけてるには理由があるんですよ。ちょっとディズニーに行きたくて、私そうディズニーのファッションやればよかったね。めっちゃやればよかった。けどあれ東京じゃないもんね、千葉だもんね。まあ、えけど、でもディズニーファッションどんなんやろ、ちょっと考えてみようかな。テタラタララタタラララタタラララタタラララ私が初めてディズニー行った時に買ったんですけど、なんかさ、ポップコーンのバケットとかってさ、これバケットだっけ、なんて言うんだっけ、あの何年パスとか持ってるさ、マジディズニーオタクの方やったらさ、もしかしたらこれをいつも持参するかもしれんけどさ、岡山とかに住んでるさ、たまにしかディズニー行かんようなさ田舎者にとってはさ、もうこんなんさ一回持ってきたらさ使わんくない？どうせまた行ったらどうせ買うやん、新しく気分変えてさ、もう絶対これいらんやって思った。うん、じゃけんさ、お母さんに捨てなさい捨てなさいって言われるんやけどさ、なんかもったいなくて捨てれんのよなこいつ。これかわいいよってマジでディズニー行きたいな。そう、あの去年の今頃修学旅行でディズニー行ってたんですよ。でなんかそれをまとめた動画みたいなのも撮ってたんですけど、なんかすっごいなんか戻りたいって思いました。マジでディズニーもやけどさ、なんかさあれね、今しかできないことしたい。あの制服でユニバとかさ、なんかそういうことしてみたいなって思います。まあ、でもコロナのせいで全部青春奪われてるんですけどね、まあ、皆さんもそうだし、弟とかも修学旅行行けてなかったし、もう許せないって感じなんですけど、あの早くコロナが就職コロナが就職したらそれはおもろいな。コロナが収束することを願いましょう。というわけで皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。インスタグラムとツイッターのフォロー、チャンネル登録もよろしくお願いします。コメントもお待ちしております。バイバーイ。やりろぴー。楽しみですか？楽しみです。なんで変な顔してる？真面目にできないし。製造写真頑張りましょう。頑張ります。あの髪の毛ボサボサですいません。今東京から帰ってきました。そしたらずっと頼んでたものがやっと届いて、こちらジェラートピケ。あの今10月なんですけど、8月お母さんの誕生日で、あの何もお祝いできなかったので、今日はジェラートピケのパジャマをプレゼントしようと思います。お母さんに渡そうと思います。プレゼントだ。ジェラートピケのパジャマでーす。誕生日プレゼント渡してなかったから。あ、動画撮ってますからね。お母さんに似合うと思って。何？これ耳がさ、ほら。かわいい。かわいい。わいわい。切れる？ぴったり？